ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。今日春日がね、海外にいるとロケで行ってるっていうことで、あんまり先週か聞かなかったけど、何の仕事で行ってんだろうね。今ね、あんまりこう海外ロケって春日行く仕事だから、大会 TV とかやってた時はなんか潜水の大会とかで行ってたりとか、一時期はね、アフリカのロケとかばっかり行ってたけど、なんでなんかロスにいるんでしょ、ロサンゼルス LA 何の仕事で。またあの格好していいんじゃないの、里光の嫌いなメジャーリーグのあの帽子とメガネ揉めたやつ、ドームのライブでロスにいんだもんね今ね。で、俺今一番海外でどこ行きたいかって言ったら、あのロサンゼルスなのよ。だってロサンゼルスって今ほらドジャースに大谷さんと山本さん行ってるじゃん。でロスでさ、俺はそのメジャーリーグの試合を見たことがないのよ。でそれが見るのが夢で、でかつあの NBA レイカーズに八村さんがいるわけよ。で、あと、中村慎介さんが WWE で、プロレスで、いろんなとこ回ってるから、もしね、その全部の3つのタイミングがあったら、ロスに行きたいっていうのが、俺の今の一番の夢なのよ。あとはもう奥さんにどう説明するかだよね。なんか、こう、奥さんと娘連れて行く旅行じゃないじゃん。そのタイプが。からなんとかして行きたいなと思って、いろんなところで種をまいてんの今。あの、行きたいところありますかみたいな、国内で旅行行きたいとこどこですかみたいなテーマの時も、なんかロスですみたいなことを言って回ってて、なんかザキヤマさんに早速バレたんだけど、この間なんかそれ、なんか奥さんに許しもらうためになんか種まいてんじゃねえだろうって、すぐバレるっていうことが。だってカスがもしかしたらそういうの感じなのかな。何の仕事で行ってんのか、そういえば聞かなかったわ。おお。いや、それでね、この間ね、あの、渡辺直美ちゃんが今日本に帰ってきてて、で、なんか、澤部から連絡来て、なんか、直美が若林さんとご飯食べたいって言ってんすけど、みたいな。みたいな。そんなんなんかね、すぐ行った方がいいなって最近は思うからさ。澤部と直美ちゃんと3人で飯食ったのよ、この間。で、直美ちゃんさ、スーパーボール行ってんのよ。うん。で、スーパーボール、直美ちゃんフィールドとか降りてて、で、まずそのスーパーボールの絵の馴染み方がすごかった、直美ちゃんの。もうね、海外、アメリカで活躍してる人じゃん。で、スーパーボールの話もできるし、だ、澤部、まあ、NBA の仕事してるからさ、NBA のオールスターとかもさ、直美ちゃん言っててさ、もうずーっと3人でアメリカの話してて、で、なんかスーパーボールの仕事も、どうやって来たのって聞いたら、なんか、まあ、スーパーボール側っていうか NFL なんだろうね。NFL かアメリカのテレビ局から、直美ちゃんになんかどうですか見ませんかっていう仕事で来て、行ってるっていうからね。で、なんか、直美ちゃんと話してたら、ライブでアメリカツアーとかしてんだよ。まあ、ニューヨークはもちろん、シカゴ、アトランタ、ニューオーリンズとか、ロスとか、結構回ってて。それでなんかその話になって、なんか、アトランタはちょっと空気違うとか、シカゴはなんかお笑いに熱いとか、シカゴがお笑いに熱いなんて知らないじゃんどんなライブしてんのって言ったら、なんか今アメリカってなんか即興コントが流行ってんだって。なんか題材、なんか役と店、場所が、ホットドッグ屋さんで、で、一人だけなんか、カニエ・ウエストみたいなことをお客さんが言うんだって。で、それを、
なんかその場でやってるライブでアメリカツアー回って、でそんな話聞くとさ、聞いてるだけでなんか別に自分が行けるなんて思わないけど、夢が広がる話だよね。ああ、そうだよね。大阪がね、お笑いで東京の標準語だと、なんかネタに厳しくなるよとかとはまた違う、シカゴがお笑いに熱いとか。ロスはなんか噛んだりするとなんかすごいウケるとか、なんかそんな何も決めずに出ては回ってるとか言ってたよ。ああ。いやー盛り上がったな、三人で喋ってて。NFL の話もいっぱいできるから、普通に選手の名前とかわかるわけじゃん、ナオミちゃんが。そうそうそう。で、なんかアメリカで、テイラー・スウィフトってどうやって見られてるかとか、向こうのキャラがあるらしくて、そういうのとかも聞けるんだ、みたいなさ。いやー盛り上がったな。そうなんだよね。テイラー・スウィフトが、今付き合ってる選手がチーフスのね、ケルシーっていう選手で、ケルシーっていう選手は、もちろんアメリカではめちゃくちゃ有名な選手なんだけど、キャッチングケルシーっていう、その NFL の超一流選手なのに、なんか、彼女がいないみたいな企画で、キャッチングケルシーっていう、ケルシーが彼女を見つける番組っていうのをやって、なんかふと終わったんだよね、その番組アメリカで。そしたらテイラーと付き合ってたっていう、その、彼女を探す番組なのに、っていうのとかずっといじってんの、俺と春日が。NFL クラブとかでね、まあ、今年はね、ドームのあれであれだったけど、試合が見れないからさ、お休みさせてもらったんだけど、で、あれだったな。でもすごい、そうなんだよね。とか、春日が、今、海外ロケするのが別に大輔に聞くのも忘れちゃったけどね。何の仕事で行ってんのかっていうので。全然関係ないんだけど、なんか、落合くん、スタッフの方に聞いたらなんか、夜ご飯、落合くんが、ね。で、落合もさ、よく考えたら謎だよね。だって、え、星野さんのとこで、だってもう、D でさ、ですげえ大きい番組 D で何個もやってんじゃん。で、オードリーの俺のやつだと未だに落合が買いに行くじゃん。で、俺は、もうみんな、船崎とか、もうみんなに笑われるんだけど、俺は毎週スケロクなのよ、まず。だから、落合が、日本人に来る前にコンビニでスケロクが残ってるか見るから、まあ、俺が何も言う前にスケロクありましたかないですっていう。俺と里光の同じものをずっと食べるっていうさ、あれでさ、それ次第な感じなんだけど、春日のなんか、まあ前もさ、やったけどさ、頼み方がさ、めちゃ複雑らしいね、ご飯の頼み方。コンビニのなんか、あいつめっちゃ焼き魚を頼むんでしょ？コンビニあんじゃん、今、美味しい焼き魚。で、これが、鮭、サバがなかった場合、鮭で、鮭の場合、相手のその副菜も変わってくるんでしょ？そのパターンが、何パターンも言うのが、ほんと迷惑らしいね。大変なんでしょ、落合が。それが、なんか、この間初めて聞いて。そういうのもあんだけど。で、なんか今、電話できるらしいね。何の仕事で、行ってるか。なんか、なんか、それでね、LINE でね、海外とかで、あいつ、俺、あいつとさ、里光とさ、あの、春日と、一対一の LINE しないのよ、俺。あの、必ず里光とのグループ LINE で、その、なんか里光がいないと、ダイレクトになんかやりとりできなくなっちゃってんの、俺と春日って。だからなんか、ネタのあそこをやっぱああしてとか言うのはね。だから、その、こうやってさ、LINE ってさ、里光との三人のさ、グループ LINE で電話したらどうなんの？通知いかないの？え、ちょっと待って、春日の LINE ってこれどうやって出すんだっけ？あー、これか。あー、これだ、できたできた、ごめんごめんごめん。これで、電話なんて、これで、もう出んのかな？ロスに今いる。うん、スピーカーフォンね、これね。うん。ロスにいる春日さんだな。もしもし。はい、あ、もしもし。はいはい。あれ、なんか、今、なんか、話してて、うん、なんかお前、夜ご飯の頼み方複雑らしいな、なんか、落合に頼み方。夜ご飯の頼み方？落合買ってきてくれんじゃん、夜ご飯。いつも毎週。ああ、はい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 。
で、なんか頼み方なんかお前複雑らしいな、なんか。頼み方複雑。まあ、うん。いろいろ頼みますよ。その、都度都度。で、これがなかったらこれとか、なんかそのパターンすっごいお茶屋に出すんでしょ？まあ、そうだね。その、そっちの状況がわかんないからね、行った先の。ああ、コンビニの、お前が行けばいいじゃん。いや、それはやっぱこっちも、毎回ね、うん、打ち合わせがあるから。お前はだってほら、落合のタオルは売り切れてるのに、お前のタオルは売り切れてないんだからさ。そうなの？どういうことだよ。なんか、魚をすごい頼むんでしょ？魚頼むよ。うん。で、その、鮭とね、サバと。鮭とサバがなかったらみたいなことも伝えとくってこと？そうそう、だから結局、行った先で、こう、電話でやり取りとかしないから。なんでよ。ないけどどうしますみたいな。うん。知らないから、その連絡先を。あ、落合のね。うん。だから、なかった時はこう、これの時はこう、みたいな。先に言っとかないとさ。何段階にして、こう、出すの？第一希望があるわけで。第二、第三、第三ぐらいまで出すってこと？まあ、第、そう、第4とか。知るものがどうとか。知、それ一つでいいけど。だ知るもの、何があったら一つでいいの、知るものは。そのコンビニエンスのでっかい、うん、鍋みたいなのがあんのよ。ちゃんこ鍋とか、ね。ああ、あるよね。なんかね、カップのやつでしょ。うん、カップってか、あれでかいんだね。結構、うん、ぐらいの。それがあったらそれ1個でいいんだけど、うん、だったら、ちっちゃめの、この、うん、カップのスープあるじゃない。うんうん、はいはい。ポトフとか、ポトフとか、ね。あ、ちょっと。最近長いのよ。ラジオ尺、まあラジオだからいいのか。電話しちゃった、落合的にはさ、電話しちゃった方が楽なんじゃないの？ここまで大難キーボードで記憶すんのも大変でしょ。そうだよ。あ、カズカから電話かかってきた。はい。いや、はいじゃなくてさ。いや、はいじゃないのよ。はいじゃないの、うん、いや、途中で、うん、切るのもおかしいし、あと、うん、ほら、うん、アメリカ来てるから、こっち。うんうんうん。そのことを、触れてくれないとさ。で、お前さ、そのさ、今、リアタイしてないの？お前、オードリーのオールナイトニッポン。いやいや、できるわけないよ、こっちで。ラジコ聞けないじゃん、ラジコ。え、日本放送届いてないの？時間なら分かってる。FM の方でも聞いても届いてない？いや、FM は無理よ、電話変えても。いや。A と F を変えても。あ、じゃあ、知らなかったのね、話の流れを。聞かないから、だから急になんかその、夜食の頼み方聞かれて。はい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 。こっちの情報、普通聞くでしょ？何やってんのかとかね。ああ、ごめんごめんごめん。ちょっとその話の前に頼み方の話で盛り上がっちゃってね。何盛り上がるって。また言ったのか？佐藤光がなんか。告げ口を。告げ口をしたのか？なんだ？え、体育会 TV で言ってんの？体育会 TV は終わったよ。あ、そう、なんか、スタッフさんがなんか、全員捕まっちゃったんだっけ？なんで終わった？捕まってない、何したんだよ。何したら全部捕まっちゃうのよ。番組ぐるみでか。うん、なんかしないと捕まんないでしょ。そうです。失礼しました。ちょっといろんな情報が混ざっちゃってて。うん、ごめんなさい。ちょっとバタバタしてる。バタバタしてる。なんで言ってんの？何の仕事で言ってんの？まあちょっとまだ情報公開まだなんて言えないんだけども。もうどういうことよ、解禁がね。解禁が。うん。いや、だから、ま、どこまでね、話いいかしてわからないけども、うん。あ、そうなの、うん、とにかく、うん。うん。放送がね。うん。うん。うん。まだ先だから。うんうんうん。わかんないけども。それはちょっと言えないんだけども。え、お前もしかして、ついにお前アナザースカイ。もしかして。いや、来るわけないだろうよ。ここが私のアナザースカイ。ロサンゼルスで。うん、だって、ロサンゼルスでなんか筋トレしてたじゃん。ゴールドジムの発祥のなんちゃらみたいな。よく言って。いいですね。よく言ってんの。行きましたよ。なんだ、情報解禁、うん、言わないから。
言わないからって。うん、絶対俺は言わないから。そうそうそう、ね、うん、何の番組。まあまあ若林さん言わなくても、うん、うん、自動的にほら、うん、拡散しちゃうわけじゃない。テレビ局だけ教えてよ。テレビ局は、いっちゃんだね、いっちゃん。ああ、NHK。うん。はあ、お前もしかして、ちょっと特番をね、うん、もしかしてあれか。うん、何よ。海外のピアノがある駅でピアノ弾く番組か。いやいや、ストリートピアノ。さすが、ストリートピアノ。さすがだね、ストリートピアノが出てくるのは、やっぱお前。ストリートピアノ駅で。開始が光の速度だな、うん、お前は。いや、どこがよ。うん、どこがよ。え、ストリートピアノじゃないの？だってお前ピアノ習ってたじゃん、子供の時。習ってたね。妹と一緒ね、近所のお姉さんの家にね。うん。うん。蝶ネクタイつけて、手繋ぎながら行ってましたけども。栄光の架け橋も、栄光の架け橋弾いてたじゃん。まあ、それはね。うん。それはね。5年前、そう、ちょっと、うん。それはいいじゃない。NHK の何で言ってんのよ。特番なのよ、だからね。そう、レギュラー放送のなんちゃらって番組じゃなくて。へぇー、ロスで。特別番組をね、ちょっとやらせてもらうっていうことで。へぇー。今は何時そっち。今、8時過ぎ、朝の。はぁー、8時か。8時過ぎ、8時過ぎ、過ぎですよ。ちょっと、お願いしていい？ストリートピアノ、お願いしていい？一節。お願いしていい？ストリートピアノちゃんと。てててててん。てててててててん。てててててん。てて。はは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 。栄光の架け橋、ロスで。ああ、なんか言えないやつね。NHK だって。すごいな。NHK でロサンゼルス。羨ましいな、ロサンゼルスな、全然な。まあ、言えないってことがもういいか。もう一回かけてみる。何の仕事なんだろうな。いやー、すごいな。でんでんでん。何の仕事で言ってんだろうな、本当に。うらやましいけどね。まあいいや。そうそうそう。そうなんだな。なんか、結構大きめの番組なのかな。スポーツ系なのかな。まあ、そうけどね。いやー、うらやましいですけどね、うん。今日はね、そう、それで、田中さんね。田中さんを呼び出したっていうね。ことを、私の後輩のね、アンガールズの田中さんは。なんか、ポッドキャストやってんね、アンガールズがね。それでなんか、この番組をぶっ潰すみたいなことをなんか言ってて、ということで、乗り込んでくるとか、そういうことなのかもしんないよね。田中さんもすごいね、今やね。のめちゃイケ、あ、めちゃイケじゃない、呼び出し先生田中でね、もう、あれがもう、まあ、ある種の、まあ、天下っていう言葉もね、今もないかもしれないけど、もう一つのね、MC でね、回してね、やってるわけだからね、ね、やってて、ラジオでなんか、言ってるみたいなんで、その辺問い詰めなきゃいけないなっていうのと、まあ、ドーム、に見に来なかったっていう、それは後輩としてね、どうなんだって。あと、すごいそうそうたる先輩たちがお花いただいちゃって、バナナマンさんとかおぎやはぎさんとか、俺はもう絶叫しましたけど、そのそうそうたるメンバーの方に事務所がね、お礼でね、ユニフォームを送ってるっていうね、もうやめろと。その先輩たちやのグッズ届けて、で、リトルトゥースっていうのもね、なるべくバレないようにっていうもので、ユニフォーム送ってる事務所が、おかしいよね。なんかちょっとなんかオードリーを見ちゃってる感じするよね。ちょっと間違えてるっていうか、やめてくれっつって言ったけど、もう送っちゃいましたみたいな感じで言って。
びっくりしましたけどもね。まあ私個人的な話ですけども、アカデミー賞、昨日。あれ、昨日やったので、夕方、まあ夕方っていうか夜撮ってて、そのままあれオンエアしてんだもんな。あれすごいよな。去年もやらせていただいたんですけど、まず、なんで俺にやらせてくれんのかだよね。あれね、ミトちゃんとね、一緒にアカデミー賞で、俺がその、要するに、話題賞か。で、スピーチしたあの大事件。うん、スピーチ。うん、ドンズベリー事件。私の人生でも本当に、まあ、一人を争う、まあ、外し方。10年前だってね。2014年ですって。うん。あれからもう10年経って。で、同じ場所なのね、プリンスホテルなのよ。で、もう、駐車場から止まってる車がさ、もうすごいのよ。もう会社、会社、会社で。で、俺もね、会社なんだけど。まあ、ドームでやってる人間ですからね。そらそう、そらそうだろって話でもあるんだけど。それで、入っててさ、でもさ、同じ場所なんだよ、10年前と、プリンスホテルで。で、入ってさ、で、なんかさ、オープニングのさ、ミトちゃんとさ、アカデミー賞始まります、みたいなのを、アカデミー賞会員の方も、このドレスコードがあるんだろうね。皆さん、こう、タキシードドレス、で、こう、バーって埋まってる中、それを背に、その真ん中あたりで、これから始まります、みたいな、飛んだけど、まあ、10年、だから35歳の若ちゃんだよね、西田敏行さんとね、掛け合って、謎の、役者とお笑い、何対何でやっていきますか、10-0で役者ですって言えば落ちる振りをね、西田さんからいただいたところを、お笑い7。役者さんでやりたいですっていう、なんか、ちょうどどっちにも転ばない数字を出しちゃって、みたいになって、で、頭の中真っ白になった。で、10年経って思うけど、まずあの場って、なんか、その、アカデミー賞会員の方だと思うんだよね。の、で、埋まってる、何百人、埋まってる、これからスーパースターが出てくるっていう場なわけじゃないですか。で、それ待ち、それを見たいから来てらっしゃる方、映画好きで。っていう場で、芸人が出てって笑いを取るってこと自体が、なんか構造から反してるっていうか、それわかんないんだろうね、35歳の若ちゃんは。で、なんか、笑いを取んなきゃって思うのかな。それ自体が、だから、やっぱ去年もそうなんだけど、役者さん自体の撮影の裏話とか映画も見てるから一番ウケんのよ。そうそう。だからその、なんかこう、それ以外の人の個人的な落とし方だとウケてないんだよ、やっぱり。だからそんななんか一目瞭然なのにな、若ちゃん10年前何チャレンジしたんだろうな、みたいな。で、あれがさ、あれ好きだね。ほんと日テレの人好きだよね。俺と山ちゃんのあのシーン。いや、あのシーン好きでさ、あれ、怪物って映画のさ、安藤サクラさんとかさ、是枝監督、インタビューすんのよ。TVer だけで見れるやつなんだけど、その、パーティー会場があんじゃ、そもそもの、それの、なんだろう、本番までの立食パーティーみたいになる、もうホテルのさ、超一流の人しかいない場で、俺とミトちゃんがインタビューすんの。で、うわぁ、もう安藤サクラさんだって映画も見てるから。だから俺ドーム終わって毎日1日1本ぐらい見てるから、15本以上見て20本弱ぐらい、毎日1本見るぐらいの計算で見てて、の場じゃん。で、でもだから謎の仕事だよね。で、結局なんか映画館で見たいのよ。なんかやっぱ司会やるから、なんかいただくんだけど関係者用のデータみたいな。でもなんか映画館でやっぱ見たいから、やってるやつは、まだやってるのもあって、それは映画館に見るか、ドーム終わってさ、うちの奥さんからしたらたまったもんじゃないよね。アカデミー賞とは言うけどさ、ゴジラとか見に行ってんだもんね。だってね、ドームライブ終わって、次の日から。で、行っててさ、それで、是枝監督とさ、なんかそれでインタビューしてさ、で、ああいう場所って、映画の中身のグッと入った話を、
聞くまでいかないっていうか、なんか衣装とか、なんか久しぶりに会ってどんな会話されましたかで終わっちゃうけど、こっちとしては聞きたいこといっぱいの中さ、なんか向こうのスタッフがさ、好きなんだよ俺のあのドンズベリ時間10年前の。これ是枝監督にさ、ミトちゃんにカンペ出ててさ、ミトちゃんがさ、これ是枝監督、あの若林さん10年前に話題賞でスピーチをやったんですけども、そこでちょっとしたハプニングがありまして、覚えていらっしゃいますかって、是枝監督にだよ。これだから、え?みたいなリアクション。で、俺はもうすぐ入って。いやいや、もうそんな、本当に覚えてなくて助かります、逆に、みたいに入ってかないと。あれ、なんだ、あのカンペ。すっごい好きなんだよね。それで、覚えてないですけど、逆に助かります、みたいな話とかしながらも、で、そうそうそう、で、山田洋次監督のさ、映画で、吉永小百合さんだよ。真横に俺立ってんだよ。さすがにビビるね、やっぱり吉永小百合さん。で、大泉洋さんってめっちゃサービス精神ある人じゃん。だから、あちこち踊り来てくれた時もめっちゃ喋ってくれるから、大泉さんがいい感じで喋ってくれるんだよね。もう、だから、あれ声ね、役者さんの方に質問するときに質問返しされることが一番怖いのよ。からこっちもいきなり映画の中のすごい細かい話してもなんだから、永野芽郁さんと大泉洋さんの親子はどういった感じで演じられてましたかみたいな質問になっちゃうわけよ。どうしてもしたらどういった感じみたいになっちゃう。これが怖いの。だから多分山ちゃんも同じ気持ちだと思うんだけど。それがあったりしながら、大泉さんがさ、めっちゃなんかプライベートでご飯食べに行って、このご飯が高いんだまたみたいなことをなんか喋ってくれるから、助かったりもしながらなんだけど、でもまあ、アカデミー賞のスターをみんな見たいっていうのを、まず一番大事にしなきゃいけないじゃん。だから、そのスタッフさんのね、若林さん、行っちゃってくださいよっていう人もいるわけやね。あんだけスタッフがいると。一人二人。若さん、行っちゃってくださいよみたいな。ドーム見に来ちゃってる人たちが。俺はその手には乗らないのよ、もう。知ってるから、アカデミー賞。水も甘いも知ってるから。水の方はきついですよ、アカデミー賞の。とはいえ、行きたいじゃない、やっぱり。だから、役所広司さんがさ、主演男優賞取ってるパーフェクトデイズっていう、渋谷区、まあ渋谷区というか、トイレをね、清掃する方の役でね、これぞ映画っていう映画なんだけどさ、役所広司さん取ったら俺役所さんにインタビューするんだとか思いながら見せて、でもいい映画だからあるぞと思ってたら、受賞されて、この後役所さんが来るっつって、でもその受賞のお気持ちはとかから聞いていくじゃん、まず。でやっぱ、おせで、その映画のパーフェクトデイズっていう映画の掃除してるトイレが、俺の散歩コースでめっちゃ使うトイレなのよ。どのトイレも。でさ、代々木八幡とか、代々木公園のところのトイレなのよ、要は。それで、なんか俺もそれでね、ここ、役所さんが掃除したんだとか思いながら散歩を しながら、ね、用を足したこともあんのよ。で、それいけるかなみたいな。でもなんか、え?みたいになっちゃってもな、でもな、行きたいなと思って4問目ぐらいで、あのトイレめっちゃ使うんですよぐらいで、役所さんの顔がパッと変わって、ちょっと明るくなって、なんか、綺麗に使ってくれてるって言ってくれて、おーセーフと思って。そらもう綺麗に使ってますよつって。そっからなんかこう結構素敵なところが、またいつも歩くコースだけど、ああやって映画になると、海外の監督なんだけど、から見ると素敵な場所なんだと思いましたとかも言って、あぶねーと思いながら、まあ行ってよかったなみたいな、そういうなんかギリギリのさ、感じになるじゃん。でもそんな、だから、10年前の若ちゃんとまだ同じ気持ちなのは、なんかこう、スーパースターの芸能人。でも、その晴れの場だけど、撮影とかめっちゃ過酷だったり、ね、朝から晩までだったりする日の積み重ねであの場があるってことももちろん分かってんだけど、
骨格からしてスターっていうかさ、みんなさ、なんか顔の小ささとかさ、っていうのを感じ、なんか、俺だけなんで、ミトちゃんはやっぱ、ね、テレビのさ、もうレジェンドだよね。か、なんかその、アカデミー賞の、これから始まりますみたいな撮るときとかも、ミトちゃんとか言って言われんのよ。若林さんはマジで一回もないの。で、俺はそれに対してもう諦めてるというか、何も思わない状態になってるっていうか、まあ、あと、まあ、ドーム立ってるけどねっていう、なんかその、なんか、まあ、そうは言っても満員にできんのかなみたいな、その、レッドカーペット歩く。これ記事になるからな、こういうのもな。平気で。まあ、記事になったからなんだよっていうのもあるし。なんか、そういうなんか諦めと、なんか、もう入り混じってる、10年で。もちろんそうだろうな、ミトちゃん。次、あとスーパースター。でも、チートで芸能界にいるみたいな気持ちなの、やっぱり。なんか。反則で芸能界にいると思ってるし、自分は思われてるし、多分。それも分かった上で立ってるから楽なんだよね。そうそう。の見たので、これからアカデミー賞始まりますとか言って撮ったの。ミトちゃんと二人で。なんか、その現場の D が、なんかインカムみたいので、揉めてるっていうか、どういうことですかみたいになって。俺は大体分かるけ、空気で。ああ、これから始まりますの。俺のトーンが暗かったんだろうなって。それももう慣れてるから。で、もう途中で入って。多分これ俺ですよねみたいな。なんか言いにくいよね、多分向こう。もうちょい明るくって言いにくいじゃん。俺ですよねってなって。もうそうですと。これが安藤サクラさん、2冠なるか楽しみですみたいに言ったらみんな笑うの我慢で、スタッフは。で、それで OK が、汐留からの OK が出て。もうわかるわけよ、そういうのも。で、磯村勇斗さんが、月という映画で、助演男優賞受賞されたんだけど、この映画はね、非常にこの重要なテーマで、まあ、言ったら、重く重要なテーマの映画なんですよ。受賞されて、で、それでね、俺ね、激レアさんにね、磯村さんがゲストで来てくれた時あんの。いや、それで、その時に、俺は、あの浅井亮さんの書いた「あの性欲」っていう小説で月、これど、まあ、両方とも原作好きというか、あの読んでて、まあすごい素晴らしい作品だなと思って、映画も見に行くつもりだったから、カメラ止まってる時に劇団さんすっごい勇気出して、磯村さんがあの役やられるの、の性欲ね、なんかすごい楽しみなんですって勇気出して話しかけてみたのよ。珍しいでしょ、若林が。で、その磯村さんのゲストの回撮り終わって楽屋戻って、楽屋にいたらコンコンつってガチャッと開けたら磯村さんで、チケットをね、月と性欲のいただいたのよ。で、それで見に行ったのね、俺、月と性欲を。で、磯村さんやっぱ素晴らしい演技で、それぶち込めるかなっていう。うん、これどう思う？やっぱぶち、ね、余計な話であんのよ、視聴者からしたら。行ってみた、俺でも。3問目、4問目で。この月も別番組でご一緒していただいて、チケットで見に行かせていただいて、そら磯村さんやっぱ顔変わって、あのムビチケのっつって。で、次回作も、ムビチケ届けさせていただきますとか言ってくれちゃって、あぶねえと思って、そんなのもなんか、砂渡りで歩いてたら、今日岡田に、どうだったんだろうな、俺のアカデミー賞って言ったら、いやなんか、山里さんが反応してらっしゃいました。俺たちはあそこにはもう立ち入れない約束だろみたいな、まだ山ちゃんが言ってるっていうさ。で、あの時も10年以上前だもんね、山ちゃんもね。今言ったら絶対できんだろうな、山ちゃんもな。うん。そんなアカデミー賞でしたけどもね。あと、岸由紀乃ちゃんがさ、岸由紀乃さんですよ。アカデミー賞主演女優賞ですよ、昨年の。で、俺10年ぐらい前、それも、佐久間さんのね、シックスっていうコントドラマで一緒になってて、で、ゆきのちゃんが番宣とかで来るたんびに、まあ、話せる数少ないね、芸能人さん、女優さんっていうか、それバイトずっと残してて、もう多分見て、多分、
作品とかみんなびっくりするぐらいの時期までバイトしてんだよね。ゆくまだしてんのみたいな感じで、バイトようやくみたいな感じとかも知ってるから、去年のね、あの喜びが。で、俺一回トイレ行って、またあのインタビュールームに帰ってきて、羽鳥さんと雪乃ちゃんと4人で始まりますって撮るって言って、パッと入ったら、なんか、あれなんか、リトルトゥースユニフォームが見えて、視界に。あれなんか、あれなんか、スタッフが、んみたいな。でもなんか、スタッフには見えないオーラを放ってて、なんか俺が、うん、どういうことって言っちゃって。いや、なんか今日は、見に来てくれたから、ゆきのちゃんが、ドームの、そしたら今日着てきたくて、って、ま、すぐ脱ぎなさいと。アカデミー賞、司会、去年の主演女優賞、つって、で、なんかそんな、そしたら撮る、トークを撮るときにも、着たまま行くっていうのよ。ほう。で、これ、でも、スタッフもなんか、大丈夫です、みたいな感じになって、で、トークで撮り始めて、羽鳥さんで、あの、ミトちゃんも知ってくれてるから、今日は、あの、オードリーさんのライブのユニフォーム、関係ないの、アカデミー賞と。で、俺は、いや、俺は嬉しいけど、雪乃ちゃん、ちょっと、なんだろうな、脱いでもらった方が助かるわ、みたいなこと、そんなトークしてる間、多分、雪乃ちゃん側のスタッフが、ずーっとジェスチャーで、脱いでくださいってジェスチャーをずーっとしてんのよ。雪乃ちゃん、多分だけど、雪乃ちゃんのね、スタッフさんは多分脱いで、で、多分雪乃ちゃんが自分の判断で来て、で、脱いでくれて、で、あの、その本番のところの、本会場には来てかないでくれて、あぶねえと思ったら、オリコンがニュースにしてんだよね、最近。岸井ゆきの。どうなってんねん、オリコンニュースが燃えながら。そんなアカデミー賞でしたけどね、でも映画たくさん見てね、うん。よかった。まあ、なんか結構、まあ、偉そうなことを言うと、ああいうライブやると燃え尽き症候群みたいなね、偉そうな話ですよ。なりかねないと思ってたから、すぐアカデミー賞の映画を見るっていう日々にしてよかったね。ちょっとね、石井ちゃんがね、燃え尽き症候群で様子が。あじまさんもそうだったけど。みんな、LINE がおかしいのみんな。返事が。うん。大丈夫かなっていうの現実で、まあ、確かに、そうなるスケジュールだったけどね、俺は逆にアカデミー賞で映画いっぱい見れて。ゴジラすごかったっすね。ゴジラすごかったな。ゴジラマイナスワンね。やっぱね、ショーも総なめでしたけどね。もうちょい、今なんでこうやって喋ってるかっていうと、もうちょい田中またした方がいいかなっていう。感じもありっす。あ、なんか、お知らせした方がいいんだっけ？ドームライブ？ドームライブ？あ、記念 T シャツ。ドーム、今私着てんですけどね。サンプルができて、販売期間は3月31日まで、ドームライブの記念 T シャツ、これ数々の名シーンがあって、まあ、田中にも買ってもらいますけども。で、15周年展ね、ドームの、東京会場明日までの開催。チケット残りわずか。うん、うん、うん。来週土曜3月16日からは福岡会場での開催がスタート。東京会場明日まで。リアル脱出ゲームは3月13日までの全公演のチケット完売しましたと。このイベントは延長再演の予定はないということでございます。これから参加を検討していた皆様大変申し訳ございません。予想を大きく上回る皆さんに来ていただきね、本当ありがとうございます。これも行きましたっていうのね、いっぱい行っていただけるということですね。はい、この結局38分喋っちゃうね。ラジオモンスターだな。それじゃあ始めていきましょう。日麗プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日麗、出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、長州産業、JA 全農、テンパール工業、昭和産業、ガチャガチャの森、オリエンタル工母工業、渡辺パイプ、ヤクルト、夢新、大昭和志向産業、西松建設、ボンズフリー、住友金属鉱山、戸田建設、テイジンファーマ、三井不動産、西武鉄道、愛知製鋼、ふりかけるザクザクわかめ、オモバイ星野リゾート、石黒、トーレ、エクスペディア、ミック、オーダースーツサダ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
ト日本ではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。いやー、やっぱ田中さん最近のお笑い界ね。そんなことじゃねえよお前。どう、ごちゃごちゃ言いやがって俺が出るまで。ちょっと待って田中さん、さっさと呼べよお前。いや、そんな俺たちもさ、なんか若手じゃないんだから。いや、若手じゃないとかじゃないんだよ。ゆっくりゆっくり昨今のお笑い界の話とか。お前がさっきから呼び出し先生がめちゃイケだとかさ。一番俺の心臓をついてきやがってさ。普通は肩とか太ももとかだろ。なんで心臓をつくんだよお前は。いや、それは間違いだから。間違いじゃない。別に俺は呼び出し先生とかをめちゃイケって言ったわけじゃない。お前の脳みその中にそういう感覚があるっていうことが今日分かったよ。だ、どんぐらい言っちゃいけないかも知ってるよ俺だって。その何も知らないわけじゃないんだから。何も知らないわけじゃないだろ。ちょっと間違えちゃったことを言ったみたいな。あんな意図意図がもう完全に俺がわざわざ確実に聞いている状況を、それを自分で分かっといて言うんだよこいつ。最低な。早い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 じゃない。お前もがさ、ごちゃごちゃお前ライブ見に来ねえとか、花出してねえとか言うから、お前のファンがさ、俺んとこ攻撃にしに来てるぞ、お前。行かれてるよな、相変わらずオードリーのファンは。リトルトゥースね。え？リトルトゥースってちゃんと言ってる。リトルトゥースかなんか知らねえけどよ、クソ人間だよ、お前全員。見に来て16万人もクソ人間がいるんだと思って。俺引いたよ、世の中こういう人たちと暮らしてんだと思って。同じ社会に。違う。まず違う。ご結婚されてってことを聞きたいのよ。そんな話、どうでもいいよ。俺はもう、怒りが頂点に達してさ、来てんだから今日。いや、奥さんのね、最近キュンとした。そんな話、ないないない。もう、怒りでもうここ数日、先週お前がなんか、煽ってからよ、ファンの奴らが、田中はなんか、逆にオードリーのやつに来ないとか、花出さないとか、逆に滑ってるとか言うやつがいるんだよ。バカかお前。お前バカだろ確実に。語りかけないでよ、リスナーに。バカだろなんて言う。バカだよ、確実に聞いてるだろうと思ってバカだろって言ってやってんだよ。まず、俺だって仕事があんだよ。沖縄ロケしてたのに。俺が暇みたいな扱いすんじゃん。我が家の杉山みたいな扱いしやがって。してないだろ、人を。あんな暇じゃねえわ、あんな。いや、田中さんも今めっちゃイケでね。めちゃイケじゃねえだろ、お前。あ、呼び出し。呼び出し先生。お前呼び出しだ、お前。お前はもう本当に。やめて、クイズ苦手だからやめて、俺。ダメだ、お前は別に、クイズじゃねえ、なんかもう。海に呼び出して落とすから海。おかしい。お前は、呼び出して田中、海落としてる。そんなシーンないだろ、あの番組に。びっくりするよ、視聴者が。お前誰もいないスタッフも。ここ、お前は、ここ、海に呼び出して。いや、崖に、ね。鍋プロの念願じゃないですか。田中さんを MC にしてね。うん、やっぱり行きたいっていうのはね。鍋プロの念願じゃねえよ。別に。鍋プロも、田中が取ると思わなかったよ、MC。誰も予想してなかったとこからなんとか、もういろんな道を探ってたどり着いたのよ。それをなんかお前らがめちゃイケのパクリだなんか言って。やっと掴んだ俺のパクリなんか俺の心臓をえぐりやがってお前ら。絶対に許さないからな。よくないよ。田中さんが言うのはよくない。俺は、いや、お前ら俺はごっちゃになってるだけで。まだごっちゃになってるだけで。パクリじゃない。見てみろ。もう全然違うから。俺言ってないよ。パクリって言ってないの。間違えてるだけだ。言ってくるやつがいるんだよ。かまいたちの山内とか。あいつら、あんな、アホみたいなクソ人間ばっかり言ってくるよ、それ、未だに。もう、それ以降、頑張って違う、やっぱ、
新たな番組作ってるって感じで、みんなでやってるんだから。いや、違う、何も言ってないじゃん、俺。本当にこいつらだけは許さない。鼻出せやれずこれとか言ってくれけど、鼻出せとか言ってきたけど、まず、鼻出すわけないぞ。お前さ、聞いてる、お前、俺のことをさ、なんか。お前じゃねえだろ、お前。後輩だろ、お前。後輩。お前よ。同期なんだよ、お前。お前、デビュー何年だよ。お前、2000年だろ。2000年の9月だよ。俺、半年後輩だろ。いや、お前じゃねえだろうがよ。お前だよ、お前は。お前はずっとお前だ。言うと、お前がヘコヘコしてきたんだろ、最初に。そしたら、それ責任は、ヘコヘコの責任。俺だって一回先輩かなと思って先輩ずらしたら、お前が同期だったって聞いて。仕事があったのが本当なのかよ、お前よ。そのドームの日だよ、お前。あったに決まった。お前、チコチョードリで、山根さんとは話して、こういうメンバーでもっと一緒にやっていこうって話した、お前がな、来ねえのおかしい、後輩だろ。お前、本当仕事あったのかよ、お前。2月18日。仕事あれ、マネージャーに確認しろ、お前。2月18日、お前、何の仕事があったんだよ、お前。沖縄でロケしてたんだよ、広島カープのキャンプ、大事な仕事。お前、キャンプなんかのロケ昼まで終わるだろ。終わらねえよ。夕方で始まって、これトンボ帰りして見に行くんだ、お前。遅れても入ってくんのが。行くわけない。後輩なら筋だろ、田中、お前。お前さ、まずさ、前にオールナイト日本開けた時俺が代打したやつ、あれのありがとうまだ言ってないからな。それなのに、鼻出せやれ、これ超えて。ありがとうなんてあるわけねえだろ。まずあれが最初。てめえ、お前、ポッドキャスト風情がよ。お前、それだけ絶対地上波でやらしてもらったら、お前が俺言え、この野郎。ポッドキャスト、お前さ。てめえ、ポッドキャストレベルがよ。お前もポッドキャストやってんだろ、里光と。代表番組だよ、今は、ラジオのお前。ポッドキャストをやってるくせに、ポッドキャストに下に言いやがって、お前。ポッドキャストのあの、ちっちゃいポスター、なんだよ、お前、あれよ。ちっちゃいなポスターよ。日本放送がでかいの作ってくれねえんだよ。何がジャンピンだ、バニャロ。ジャンピン。お前らの明るさに合ってねえ、星のマークいっぱい書いてあって。オールナイト日本祭りの時に。お前と山根のお前ポスターの柄じゃねえだろ、あれ。お前、ポッドキャスト風情、この野郎、お前。絶対に。おめえが俺言え、この野郎。お前ちょっと怒られてたからな、ポッドキャスト、日本放送が力入れてんのに、ポッドキャスト風情って言ってさ、日本放送は意外と力入れてんだよ、お前。お前の。お前が俺言え、お前、地上波でやってんだからよ。地上波か知らねえけど。お前ヘアバンドつけろ、これだよ。何がよ。ヘアバンドつけろ、絶対つける、こんな靴じゃ。お前おかしいだろ、お前。お前何ポッドキャストの力見せる。ポッドキャストのリスナー、おい、若林を潰せ、今から。こいつリトルちゃんがとか言ってっから、サトミツこいつのリトルでヘアバンドつけさせて、こいつのおい、キシキシヘアバンドつけて、これつけてやる、お前バカ野郎。おいおい、あいつ、岸学ぶ呼べ。ポッドキャストに今、岸学ぶがついてんだ。21はずるいぞ、お前。里光、おい、岸、里光潰せ、おい、お前。解散しろ、このやつと。クソ人間がよ。でも、ご結婚されてどうですかね。まだ俺が怒りの、温まってる途中だろ、急激に冷やしやがって。体がびっくりするわ。お前若手かよ、お前早いんだよ、切れんのかよ。若手かなんか知らねえけど、お前もう本当にちゃんと自分のクソみたいなファン諭せ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日に学べ。でも田中さん、あれですね、この、まあ、吉本じゃないね、事務所で、この、同期、まあ、ほぼ同期みたいなもんで盛り上げていきたいっすよね、やっぱりね。いや、まだ怒ってるぞ、俺。何収めようとしてんだよ。お前、まず松本明子姉さん勝手に使うんじゃねえよ。うちの事務所ので、歌わせるのかと思ったら歌わせねえって。あんな屈辱的な渡辺の姉さんを雑に扱うというイベントやるんじゃねえよ。鍋プロの社員さんにお礼言われてんだよ、こっちはよ。
ま、なんで付き合いの長さがあるんだよ。なんでこれどうなってる K ダッシュに迎合すんな。お前その沖縄のロケなんてな、そのキャンプなんて昼で終わんで、そのちょっと遅れても来るのが筋だろ。お前は後輩なんだからよ。飛行機ないんだから。お前は TWL だって俺より出たの遅いんだからよ。 TWL いや俺の方が先だろ。えお前その時系列わかんないよ。TWL に関して別にあれのもいいけど、あれの先あとはもう どっちでもいいだろ。あの靴下でしかできない、コントな、外のコントなのに靴下でしかできない劇場だろ。お前、花をな、出さないのはおかしいだろ。お前、後輩なんだからよ。あんなやいってな。花出しても、お前、どうせ端っこの方にさ、お前、どうせ有名な人ばっかり来て、俺の端っこにやって、そんな、お前に餌与えるだけだよ、俺を。お前、花出せ。俺が見えないとこに。花やれ、お前、今。今、お前、花やれ。は？お前何言ってんだ。だって花やれ、お前出せ、花今出せよ、お前。お前春日のにあらら、なんか歌を歌わせるとかピアノやれとかそんな感じで動かねえぞ俺。ほんとあんなクソみたいな傀儡芸人、あんな人にもう取り憑かれてるだけの傀儡芸人じゃねえんだから俺は。お前花やれよ、お前やるわけねえだろ。脱いで、上半身脱いで。お前、お前がやれ。お前、チンコでやれ、花。チンコ上に向けて、ちっちゃい花やれよ、お前。お前、何言ってんだ。俺はもう、巨馬にな、巨馬なのになるから。お前、俺はね、大きな、10万円ぐらいする花輪になっちゃうから、俺の花は。お前は3万ぐらいの花だろ、どうせ。ここちんで、お前の花。お前、花出すって話したんだろうな。それは、会社の方と。オードリーのお前が言ったんだろ、出さなくていいって。いや花すらもう花のハの字も言ってないよ。もう出せよお前よ。まずうちのマネージャーにグリグリにもう教育してるから、若林氏に何かプラスになることはやるなって言って全部お前ちゃんと俺の傀儡マネージャーなんだからってお前なんかルノワールでお前リトルトゥースがグッズつけててお前睨みつけたらしいよ。お前謝罪しろお前。お前睨みつけてんじゃねえよお前よ。俺がそのライブの次の日沖縄から帰ってきてルノワールで買ってたら紙袋をくオードリーのお前何なんかおしゃれなロングコートなんかつけて、なんかすごい床スレスレのロングコートのやつが、あの紙袋持って歩いてガン飛ばして、睨みつけといてやったよ。お前おかしいだろ、次の日行けよお前。何がよ。ドームだよ。なんでだよ。お前、誰もいねえのに、俺一人で何すんだよそこで。お前次の日帰ってきてたってことは、お前その夜来れただろ、2月18日のよ。なんとかして来れただろ。いやいや、もう最終便だから。無理だよそんなの。お前どういうつもりなんだよ。もう始まっても10時ぐらいに着いたんだからこっち。おかしいだろお前、そのファミリーのさ、うん、そのリーダーのさ、ライブに来ねえ。あれがオードリーファミリーなんだ。お前これちょっと山根連れてこなきゃダメだ。山根は若林の心臓つくからな、あいつ。山根連れてくればよかったな。山根さんもう落ち着いてんだよ、あちこちオードリーのオンラインライブ出て。ああ、うん、これでこのメンバーでもっと共演したいねで落ち着いて、お前だけだよまだ言って睨みつけたりってプライベートでよ。向こう気づいてないと、田中ってよ。いや気づいてないと思うよ、気づかれたら怖いじゃん。当たり前だよ、結構な大男だったんだから、それそこはやっぱ睨みつけるぐらいにしとかない。お前なんかそれ俺のこともポッドキャストの方で言ってるらしいじゃん、なんかスクリューなんかドライバーかけるとか言ってる。俺がスクリューパイルドライバーお前にかける練習今してるから。お前がごちゃごちゃやってる間に頭をグッと俺の股間にグッと押し込んでグッって言ってバーッK.O. 若林がうわーうわーそれを頭の中でずっとうるせえなお前は。ずっと出る前に頭でイメージトレーニングしてるから言ってんだよリスナーからよ。なんだよ、どうせクソみたいなリスナーだろ。バイト先の菊池はビーガン。おい田中、なんだよ、イベントで売れ残ったマグネットをオードリーに買ってもらうって言ってなかったか。おい吠えてばっかいないで、
頭下げた方がいいんじゃねえのか。イベントでマグネット余ったこと言うなって言っただろ。誰だおい、書いたやつ。400作って200ぐらい余ったやつ。お前な、そんなマグネットがな、に半分も売れ残るやつにな、東京ドームなんてできるわけねえだろ、お前。必ず俺は東京ドームの天井を、ポコチンで突き破る。これは必ず決めてんだよ、お前。あの、巨人の本拠地の天井突き破ったら、まあ、カープファンからようやったの、お前って。話が変わってきて、お前恨みで固まってすぎてんね、お前の頭の中。なんでお前言うんだよ、これ。マグネットなんかお前そんなの売るわけねえだろ、こっちでよ、お前よ。マグネットのこと言うなって言っただろ、お前。どこでイベントやったんだよ、それ。蒼月ホールだよ。蒼月ホールにお前花なかったぞ、一個も。出すわけねえだろ、お前。出しとけ、お前。後輩なんだから、お前。いいから出せ、お前。誰も出してないぞ、芸人も。タレントも、一気もなかったよ、おい。広いのにあそこのホール、お前花やれよ早くよ。いいかお前がやれ早く。お前が花やれ。お前なんで花やれってお前。お前が花やれ。おい里見さん、お前が花、おい花やらすぞ。お前花やらす。おい、なんだこれがマグネットか。お前なんだよこれよ。山根の顔の写真のマグネットなんて売れるわけねえだろ。お前こんなもん持ってくんなよ、おい。これはあの水道の業者みたいな。お前売る気あんのか。めちゃめちゃ余ってんじゃないかよ、お前。どうすんだよこれ在庫よ、お前よ。めちゃめちゃ物販が上手な後輩呼んだけど、こんなに余ったんだよ。めちゃめちゃ余ってんじゃないか。お前が買い取れ、お前。半分どころじゃねえぞこれ、お前よ。お前んちの冷蔵庫に貼れよ、お前それ。こんなもん、お前全部買い取れ。あの多かったんだろ、さぞかし東京ドームで。なんで山根さんだけなんだよ、お前よこれよ。売れるわけねえだろ。こんなに余ると思わないよそれ。逆に足りないかなと思ってたらめっちゃ余ったんだから。お前これは言いたくねえけど、お前が映ってないグッズ買うわけねえだろ、お前。山根、おい山根、山根今から来い。お前むちゃくちゃ言われてんぞ。山根、何でもいいから長い棒持ってこい。こいつを遠距離でぶち叩けばいいから、お前。お前半分どころじゃねえじゃねえかよ、お前よ。いいから半分、それで半分200余ってんだからよ。来てんだよ、めえ。何でもいい、山根来い、すぐ。寝てんじゃねえぞ、お前。家で一人で、奥さんオーストラリアと、子供もオーストラリアに行っちゃって、家で一人で寝てるんだから来れるだろ、お前。寂しく、家の庭に毒ダミが生えちゃって、それが根絶できないっつって、毒ダミと毎日戦ってる。知らねえよ、お前。早く声寝てないで、もう。どうすんだよ、お前。これ、お前、半分どころじゃねえ。ほぼ。買ってよ、これ。お前、売れ残ってんじゃねえか。日本放送、買い取ってよ。ポッドキャスト、そんなにもう。あ、これ、じゃあ、もう、つけるか。俺たちのこの T シャツだよな。記念 T シャツも出すんだよ。お前、これ、お前。この T シャツお前わかんだろうな、どういうシーンか一つ一つ写真見たらよ。お前わかんだろうな、お前。松本明子から乗ってねえじゃん、お前。乗ってるわけねえだろ。乗せろよ、お前。乗せるわけねえだろ、あんなやつよ、お前。おい、うちの姉さん、おい、今、ヒデさんからオードリーに今度は、ちょっとくら替えしようとしてんのに、そんなこと言うの、お前。お前、その発言は問題あるだろ、お前。問題ねえよ。渡辺プロ的に、お前、くら替えとか言うなよ、お前、中のやつがよ、お前。ヒデさんからオードリーに。松本明子なんて、お前、ポイントリリーフだったんだから、お前、写真に入るわけねえだろうが、お前よ。うちのエース何十年も。うちの山本正雄。なっちゅう扱いしてくれてんだよ、おい。いい加減にしろよ、お前。山根さんのマグネットお困りですかって書いてあるけど、お前このマグネット自体がってなっちゃってんの。こうなるはずじゃなかったんだよ、これは。どんなスタッフとやってんだよ、これからそうって思う。まだちょっと、お前。いや、それは、そのもう、おじさんの離婚したおじさんとやってんだよ。離婚して一人、それはない今人生にいろいろあるから、今一人で強く生きてる、いろんな選択があるよ。松尾さんっていうクリームシチューさんのオールナイトもやってた人なんだよ。
それなのに。お前花やれっつってんだろ、早く上脱いで。お前花やらなきゃいけないんだよ。お前花やれよ、お前。お前がやれよ、お前、早く。ポコチンを出せ、まず。ズボンずらしてみな。ずらせばできるから、お前。おかしい、おかしい、話がおかしくなってんだよ、お前よ。ラジオネーム、いつかのカキフライ。おい、田中。なんだよ本当にお前もう名前覚えたからな、お前。マグネットにお前のチンコの写真入れてみろよ。そしたら買ってやるよ。なんでお前にチンコ見せなきゃいけないんだよ。お前引くぞ。お前気絶するぞ、お前俺のチンコの写真見たら。自分のポコチンがしょぼすぎて。いいのか見ても泡吹いて、うわ。回りました、これからジャンプ聞きますつって俺に言うんだよ。何話してんだよお前、さっきじゃねえよお前。ジャンピンを聞かせてきます、そんなポコチン大きいと知りませんでした、すいませんつって言うお前の姿が見えるよもう。ラジオネーム板前万太郎。若林さん、ジャンピンのプロデューサーの松尾さんは先日のイベントで東京ドームはアンガールズは無理ですけどもと言ってました。おい、なんでそんなこと言ってんだよ、言うわけ。リスナーも誰も怒ってませんでした。おとなしすぎんだよ、うちのリスナーは。もっと、若林のリスナーみたいに直接攻撃しろ、若林を。お前、リトルジャンガ、お前、撤回しろ、お前。俺らのこと、お前、ライバル番組と、田中の金玉にしろ、お前、リスナーのこと。なんで金玉、田中の金玉だろ、お前のリスナーなんてよ。お前が帰ろ、お前。お前、なんで俺たちが。俺のチンゲだ、お前らのリスナー、俺のチンゲ。なんで俺たちが、今日もチンゲたち聞いてくれましたかって。やれよ、お前。なんか T シャツ出してたな、お前な。T シャツ出して、リトルジャンガの T シャツも着てるよ、それ。許可取ればかやろ、お前よ。取るわけねえだろ俺もう。田中の金玉に帰ろお前、リスナーのことよ。なんで金玉なんだよ。金玉だろ。金玉だったらカズがあんまいないみたいだろお前。チンゲにしてくれよ。そこまで考えては言ってねえよこっちだってお前。いいからお前もうあのリトルジャンガンもう認めろ、もうそれも。いや、山ちゃんとか来てくれてんの、実際な、あーは言ってんの。山ちゃん、あんなことごちゃごちゃ言ってんのに、見に行くなよ。暴れるも見に行ってただろ、渡辺の。暴れる渡辺首な、お前。お前、オードリーのライブ見に行って、お前にそんな、お前にそんな権限ねえだろ、鍋プロの中でよ。鍋プロの中じゃ、ハライチの方が権限は上だろ、お前。ハライチなんてもう俺の、ケツの、なんか、ケツの、クソでも食わしてるやるよ、あいつは。ハライチなんて、もうあいつは。ハライチの方が大事にしてるムードは感じるぞ、この野郎、お前。澤部なんてずっとパワープロ楽屋でしてて、なんであんな奴が売れんだよ、お前。俺は後輩と楽屋で一生懸命喋って、誰とも喋んない、あんなもう陰キャ、クソ陰キャ坊主。何年前の話してんだよ、あいつになんでいっぱい CM が来んだよ。あんな奴、人じゃないから、あいつ、もう。ただのコンピューター、もうただ自分がお金儲かればいいコンピューター。お前お金儲かってることが。楽屋で、後輩のこと可愛がれない、最低な人間、祝いもそう、祝いももう、クールぶってさ、横分けで、おい、髪の毛ばっかり気にして。ハライチのことをやめろよ、オードリーのラジオなんだ、お前。お金で言ってることが。おい、いいよ、いいよ、俺はもう渡辺の中で戸様なんだから。鍋プロの社長はもう、俺はこれ確信持ってるけど、お前より岩井の方が大事だよ、絶対。あいつはね。小田原のお前始まる前来てたぞ、社長。お前の番組来てんのかよ、めちゃいけ。あ、お前呼び出し先生田中に来てんのかよ、初回に社長。初回は来てたわ。初回は来てたわ。来てんのか、本当に。来てるに決まってんだろ、おい。岩井はもう、あいつは、打ち上げの時に社長の横にずっと座ってんだよ。ずるいんだよ、やり方が。
もうヘコ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 して、おハライチの話やめろっつってんだろうがお前よ。いや許さない、もうさ、ハライチなんて、おい、あいつらはもう俺のもうぶっ潰すから。お前これマグネット、お前考えろよ、お前の番組でこれももう半分も嘘だわ、もう300くらい余ってるわ。次回のイベントで売るんだよ。お前よ、今温存しとくんだよ。次回のイベントに売るために。田中の来てんじゃねえかよお前、リトルジャンガからよ。なんだよ。ラジオネーム西から来た妖精、リトルジャンガです。今日から田中の金玉名乗ります。おい、もう言ってんだよリトルジャンガ。お前さ、田中の金玉な、お前首、田中の金玉、お前リトルジャンガ首、お前本当にさ弱すぎんだよ。ちょっと若林が煽ったらさ、もうすぐ若林に迎合する。何人かリトルジャンガが見に行ってんのよ、オードリーのライブ。それで見に行ったけども、T シャツ着て行ったんですけど、リトルジャンガの。それはな、お前同じラジオのな、業界なんだからな、ありがたいと思えよ、お前も。いやいやいや。どっちも好きだっていう方が聞いてくれてんだろ。それで、な、それで。3A の番組をな。それが 3A だよ、お前。もう今言っとくけど、世界的に見たら、ポッドキャストっていう文化はもうラジオも超える勢いなんだから。お前それ知らないだろ、おい。海外の人聞くわけねえだろ、お前。海外聞くよ、海外も。今、有名な起業家とかは大事なことをポッドキャストで発表したりしてんだよ、お前。どっちも聞いてくれよ。みんなどっちも聞いてくれよ。日本の本当に狭い世界で生きてる、本当に胃の中のもう、本当にクソウジ虫。胃の中クソウジ虫人間。何にもしてない。ただただそこで、ちっちゃいドームで、うわーって言ってる。ちっちゃいドームでって、お前待ってよ、お前。お前は、ちっちゃいドーム。ドームで、わーって言って。それも結局、井戸の中で、石虫が這い回って、うごうごしてるだけのことなの。わかったか、お前。これもうダメだ、マグネット協力できないな。こんなこと言うようじゃ、こんなこと言うようじゃ。自分で売るよ、うん、お前に協力してもらったら一生言われるわ、こんな粘着質人間に。こんなケツバットだな。でも鼻出さなかったのはケツバットだな、お前な。いやいや、だからお前その前にラジオの代打の件を感謝するの、時系列が。代打なんてな、お前大抜擢なんだよ、お前みたいなな、3A がな。誰が、お前は感謝をまず いいか、感謝を言ってからだ、鼻出すのは。感謝も言われてないのに。お前が感謝しろ、バカ野郎。俺は鼻なんか、一生出さない。若林が何やろうが。お前が感謝しろ、バカ野郎が。若林が死んだ時に鼻一本。お前、ちっちゃい。ケツバットだな、お前な、これ。なんだ、それ、おい。ケツだよ、お前。ケツだよ、おい、里光。ちょっと。こいつ、お前、ここ手ついて、お前、ケツバット、お前、鼻出さなかったんだから、お前。鼻出さなかったんだけど、ケツ、ここに、ここ。待って、おい、なんでケツバットされない鼻出さなかったんだから、お前。おい、バットが、おい。バットが砕けたから。おい、こいつ許さねえ。おい、俺はもうこいつを。お前てめえ。こいつの首。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。お前これお前テレビじゃねえね、ラジオだろ。こんなことやったって聞いてる人何が起こってるか分かんねえだろうが。お前バットで発泡スチロールのもう2メートルぐらいあるバットでお前のことボコボコにしたとかな、分かんねえんだよ。それさ、ライブでさ飾ってたらとかだったら
そうだよ。と思ったら、それ使ってないんでしょ。使ってない。春日にやろうと思ったけど、そこまで行かなかったんだよ。車でな、やってた時に。それをお前、こんな。でっかいバットで。俺はな、今日な、その同期で、その話したかったんだよ。お笑い界についてな。嘘つけよ、お前。それをな、お前こんなことになっちゃってんだよ、お前。とんでもないでっかいバットが出てきたんだよ、俺。びっくりして。最初の、何かなと思って。で、これでケツ叩かれるって言ってもどうなのか言ったら、一回叩いたら、ボカーって全部が真っ二つになったの。でっかい2メートルのバットがよ。想像つかないと思うけど。できねえだろ、ポッドキャストじゃ、あの狭いとこで撮ってよ。まあ、機材剥き出しの狭いとこで撮ってんだろ、お前。いや、そりゃそうだよ。まだ場所借りれてねえんだからよ。普通の会議室みたいなとこで撮ってる時もあんだから。お前、だからな、このマグネットな、大変だよ、お前、スタッフさんも売れ残って。うん。この番組に頼むならな、ユニフォーム着て、リトルトゥースのユニフォームだよ、このグッズな。うん、お願いしますだろ。お願いしねえよ。もう自分で売るからなんでこんな屈辱を受けなきゃいけないんだよこんなのプロ野球ファンだったらもうマジでお前一生応援するなよカープみたいなこと言われるやつだからな、うん、お前は本当にそういうことをさせようとしてんだお前お前の考えることは一番陰湿なんだよ。人間が思いつく。お前って本当にダメ人間っていうか、影から出てきた人間のくせに、アカデミー賞ナビゲーターやってんだぞ。お前よく自分で言うな、そんなこと。陰湿だな。こいつはダメだ、もう。お前も一緒だろ、お前。来年クビ。お前も一緒だろ、お前。来年クビ、こいつ。お前にその権限があるわけねえだろ、お前よ。俺に権限くれ。渡辺の会社は何とかしてくれ。お前もいつまでも、いつまでも学生時代のヤンキーがどうとか、その思いだけでお前、チンチン膨らましちゃってさ、お前それでやっとお前 MC になって、めちゃイケのな、MC になってな。めちゃイケじゃねえよ、呼び出し先生だから。お前絶対おちんぽ先生田中でな誰がおちんぽ先生だよお前おいお前はおちんぽ先生だろおちんぽ巨大先生だろ言うとしたらおちんぽ先生だとよくわかる巨大おちんぽ先生だろおちんぽ巨大先生だろお前がでけえわけじゃないんで巨大おちんぽ先生だろお前よお前な大した大学出てねえからな出てるよお前そのな広島大学っていう国立大学出てんのにお前が潜在能力テストで知らねえ、そんな大学って言って、お前炎上してだろ、お前。おい、怖えよ、あれよ、お前。わかんねえんだよ、俺頭悪いから、広島大学の。そう、ちょっとお前のこといじったらめちゃめちゃ炎上してたじゃねえか、お前。広島大学、怖えな、お前。国立大学を、お前知らねえって言う方が、おかしいことの方が、わかってないんだから、お前。おいおいおい、これどうなってんだよ。あ、なるほど。ラジオネーム、エイブラハム太郎、リトルジャンガですが、田中の金玉は納得いきません。何？山根の金玉にしてください。なんでだよ。これはそうだな。いや、あの山根さんがポッドキャストで、うん、あの山根さんだから喋れることで人気なんで、お前なんかな、うんうん、お前なんかそう、サブなんだからな。サブじゃねえよ。ジャンピンのサブだろ、お前。俺が全部コントロール。お前二軍だろうが、お前ジャンピンの。山根さんラジオでは一軍なんだよ。山根を俺がコントロールしてんだよ。山根さんの喋りを聞きたいんだよ。山根の喋りなんて、山根なんてこ、もう浜松町のラジオ一個終わったから、今日。だから、お前そんなこと言わなくていいだろ、お前。二軍のくせによ、ジャンピンのよ。俺は一軍だよ。一軍だよ。NHK で今度建物を見る番組レギュラー始まるし、4月からも絶好調。ありがとうございます。お前そんなのお前。俺は絶好調タレント。山根はもう失速。お前相方。尻すぼみタレント。相方。あのやつにの名前つけてしょうがねえだ。誰でもかお前。今必死に山根をもう一回売ろうと頑張ってあげてんだよ俺が。何言ってんだお前。よく見ろ山根を。
山根さんのトークなんだよ、ジャンピンはよ。山根のトークだからお前グッズにもさせてもらえないんだろ、お前。スタッフの空気感じろよ、ジャンピンやりながら。あ、ここは田中じゃないんだな、山根のフィールドなんだな。お前喋る量多いんだよ、ジャンピンのよ。山根のコーナーがあるの。山根さんの話が聞いてんだよ、お前。山根の話は。お前、ジャンピンであんま喋んな、お前。冒頭の俺の毎回悔しいトークがハマってるんだよ。ニーズが合ってないんだよ、お前よ。テレビだろ、お前は。な、そう、山根さんの話聞きたいんだよ。お前喋りすぎ。山根の話、お前。ジャンピン休め、お前。お前聞きたいって言われには、エヴァンゲリオン店で山根とたまたま会っちゃって、喋ることなくてさ、話も聞きたくなくて別々に回ってたじゃねえか、お前。当たり前だろ、お前。エヴァンゲリオン店で会う山根ほど難しいことねえだろうが、バカ野郎、お前。お前、なんだお前の喋りにくい感じだね、お前よ。聞きたいんだったら一緒に回れよ、山根の解説で。回るわけねえだろ、お前よ。考えてみろ、バカ野郎、お前。しきとけのない、お前、エヴァンゲリオン店の山根ほどよ。うろちょろさすんじゃねえよ、山根によ。山根と一緒に遊んでやってくれよ。山根今一人なんだ。家で一人で。びっくりしたよ。寂しく晩ご飯一人で自分に作って食べてんだぞ、お前。だからたまには人と接触させてやってくれよ、お前。お前もなんか出てたな、ニュースに。お前なんか一緒に住んでないんだろ、まだ。住んでるよ、もう。なんかお前な。一年前の話すんな、お前。お前本当なのか、お前。結婚してんのか、お前。してるよ、お前。お前じゃあ行ってみろよ、最近の奥さんの。素敵だなって思ったエピソード出せんのか、まあ、一緒に住んでねえから出せねえだろ、お前。奥さんの素敵だなと思ってくれたエピソード、素敵だなと思ったエピソード出せない、住んでねえだから、お前。お風呂から出たら、脱衣場に、パンツと T シャツ用意してあったんだぞ、お前。なんでその話。お前なんで。めちゃめちゃいいだろ。こんなこと俺にしてくれる人間がいるんだぞ、この世の。お前は用意してもらえないだろ、自分でパンツ用意して、自分で T シャツ用意して。当たり前だろ、そんなの、お前よ。お前は愛されてないんだよ、お前は。いい大人がよ。若林のパンツなんて自分で若林に用意させればいいって奥さんに思われてんだよ。俺は昭和の男ぐらい家でどっしり座ってんぞ、お前。お前がそんな態度取ってんじゃねえよ、家庭でよ、お前よ。そのぐらい愛されて、そのぐらいの人を見つけたんだよ、俺は。お前は、どうせ家でも、傀儡人間だろ、お前。どういうことだよ、お前。奥さんの言う通りに全部やって、へこ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 、奥さんの機嫌をチラチラ横目で見て。ああ、それの何が悪いんだよ、お前。させえな。それの何が悪いんだよ。ラジオで春日をコントロールして、家では奥さんにコントロールして、情けねえな、お前。家は分かんねえだろ、俺は。生活とかは分かんないから、春日をコントロールするしかないんだろ、お前。お前も知ってるはずだろ、お前、バカ野郎、お前。家じゃいつも常識が怖くて、お前、怖いんだぞ、お前、毎日。合ってんのかな、これで。夫ってこれで合ってんのかなって。勉強中だ、お前よ。生徒お前大事に見ろ、お前。ラジオネーム板前万太郎、はい、先日のイベントでリスナーにラジオネームをつけるコーナーがあったのですが、ああ、僕の隣の席の女の子は、うん、田中がつけるときは立候補しませんでしたが、うん、山根さんのときは立候補してました。何？山根さんは女性人気があります。ないよ、あいつなんて。あいつなんてもう本当にただただもうカリスマ性があるからな、山根さんは。全ての性器を失ったただの人間なんか肉の棒。あいつは、あいつだってもう人に怒ることもできない。何も、とにかく奥さんに言われた通り、オーストラリアから命令されてゴミ出しをしてるんだから。日本で。すごい遠距離でコントロールされてるような。何にも。エヴァンゲリオンじゃねえかよ、山根は。俺はエヴァンゲリオンって思ったんだよ。展示の巨大フィギュアが動き出したのかな、動くのかなって。エヴァンゲリオンよりは性能いいよ。
遠い場所で動けるから。あれではエヴァンゲリオンは高度がついてない。カリスマ性があるからな、山根さんのコメントはみんな聞きたいからな、ラジオで。お前は、変だからな、お前がな、ラジオやってんのは。やってねえよ。お前楽しくやってんだから、昔からテレビでな。うん。カリスマ性で感謝しろ、お前。あいつが言うことは本当に怖いからよくカットされてんだよ、ポッドキャストで。これ生放送だったらアウトでしたよって何回も言われてんだから。直させろお前。直らないんだよ。直させろお前。オンラインライブも怖かったぞ、あちこちオードリーの。お前、あんなキャリアで言うコメントじゃねえだろ、オンラインライブだとしてもよ。お前が操縦しろバカ野郎お前。だから言ってんだろ。俺たちのせいになるだろ、山根さんのあの暴走だよ。オンラインライブと地上波の方も出たけど、違いが分かってねえだろ、あいつよ。バルブをお前が調整しろこの野郎。調整効かないんだよ。俺も時々震えてんだから。震えてんだよこっちだってよ。震えながら一緒にやってんだよこっちだって。お前早く着ろよユニフォームよ。お前が着ろ。だらだら言ってないでよ。お前が着ときゃいいんだろ宣伝で。お前が着ときゃ喜ぶんだからお前が着ろよ。お前汗だくじゃねえかよお前よ。汗かくよそんなに。こんなに叫ぶと思わなかったんだよ。お前おいお前シャワー浴びろバカ野郎。ペットボトルのキャップに水を入れて今をこいつかけたぞ。おい全 CM からこいつを下ろせ。今なコンプライアンス的に大変なことが起きました。俺は今から訴えます、この人間を。むちゃくちゃな人間だよお前が。 CM 中言ってたからだろ、汗だくだよ、風呂入ってきたのによ。だからシャワー浴びせてやったんだろ。家帰ってもう一回、もう一回浴びなきゃいけなくなるだろ俺家で。お前がバットで叩いたり格闘を申し込んできたりする。格闘は申し込んでねえよ。格闘申し込んできたり一つお願いしますみたいな。格闘は申し込んでねえよお前よ。バットでぶち叩いてきやがってよ。お前のあとな、まあ、何年も言ってるけど、お前はまず後輩だし、あれも認めろよ、お前のカニだよ。だからお前、前も言っただろ、5年前からだよ。カニは俺と堀内健さんが一緒に考え、編み出した芸術なんだよ。俺のお前、重い石を持って歩く男のギャグを、お前はパクってカニの歩きやってんだから。それ誰も知らねえんだよ。TWL で鍋プロとの合同ライブの時やったんだよ。お前もいたんだよ、その時に。俺の重い石を歩く男パクって、それ言う、謝罪しろ、お前。俺の、テレビで俺がやったらもう俺が圧倒的に先だし、お前の石ってのやつ前見たけど全然似てないんだよ。金に。体勢は似てんだけどさ、全然違うのよ俺のカニと。全然違うよねえだろお前よ、カニやってみろ。お前俺の重い石を持って歩くよ。こうだろお前。いやいや、そんなの俺はこうなんだから。お前なんかやってんじゃねえよお前。おいおい、あいつだ。割れねえじゃねえかお前の悪さ。カニの甲羅の中に入れんじゃねえよお前よ。甲羅に閉じ込めんの。カニの甲羅に俺は閉じ込めんじゃねえよお前は。オードリーのオールナイトニッポン、チェ・ヒロシのコーナー。ヒロシが考えた企画をやるコーナーでございます。ヒロシ今日は、お前知らねえのかよお前よ。ヒロシってやべえやつだろお前。いや知ってるよ、やべえ、前もなんかやべえ、なんかやべえこと考えてる、なんかもうあんなやつも早く降ろせよこの番組から。やばいんだから、もう。何でもかんでも下ろそうとするんだよ、お前。そんな力ねえんだから。この業界に行っちゃやばい人間だから。番組のあいつ捕まるぞ。ニーズ通りにやる人間でだろ、お前が。捕まるぞ、ヒロシは。ヒロシは近々捕まる。お前だろ、捕まんの、バカ野郎、お前。お腹かな。高橋ガニかな。アナル使い分けチャレンジ。何この企画。お腹が後ろを向いて仁王立ちします。まあ、俺上脱いでだな、俺は。なんで若林さんが田中さんのアナルに。キンキンに凍らせたペットボトルを、田中と言ってぶっ刺したら、山根さんのいいところを叫び、若林さんがカニと言ってぶっ刺したら、
タカアシガニだよと言ってください。なんだよごちゃごちゃ。20秒間間違えずに使い分けられたら優勝です。何これ、どういう企画なの。失敗したらお花です。お花をやってもらいます。ルールが分かんないよ。もうこれまず複雑で複雑だよね。簡単な話だよ。山根さんって言ったら山根さんのいいところ、カニっつったらタカアシガニだよって言えばいいんだから。田中って言ってぶっ刺したら簡単な話だろ。いや何この企画、うん、意味わかんないよ。走り出してやりゃいいんだよ。お前なんだよチェ・ヒロシ、お前の企画のせいでさ、俺はやんなきゃ、企画はやるからさ、俺タレ TV タレントだからさ企画はやるけどさ、ごちゃごちゃ言うんじゃねえよ。俺がさなんか屈辱受けるような企画をさ考えてんじゃん。それは ずるいよ。カニか山根さんかだよね。それではいきます、よーい、うん、スタート。カニ、あー高橋ガニだよカニ、高橋ガニだよカニ、高橋ガニだよカニ、高橋ガニだよ、冷たカニ、これだ、カニばっかりじゃん真面目にやれよお前よ、失敗です。おいなん、この企画なんなの。お尻がしかももっと一気に冷えればいいから、じんわり冷えてくるしさ。呼び出し先生田中でもやれよこの企画お前。やるわけねえだろ。誰向きだろうがお前動きがある。出るわけねえだろこんなの。お花だな、これお花だな。なんだお花って。上脱いで上脱がしてこれお花だな。これお花だな。ここにこうオードリーさんへって書いてお花だよ。オードリーさんへだろお前。やめろお前。アンガールズ田中だ、めっちゃこれよ。おい田中だお前、花や、これでやっと鼻出したことになるから、ね、言わ言わな、おい許さんぞお前終わった後に必ずお前引きずります。全部お前の口から全部俺のな、よだれを口に全部入れてる。俺のカニの泡のお前の口に入れてやるんだ。ズルズルの泡をな。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。さあ今日はね、アンガールズの田中さんをゲストに迎えて、お前人の体に落書きしといて落書きじゃないよ、ゲームなんだから。そういう、俺お風呂入ってきたって言ったよね人の体にマジックでペンで書く。お前が鼻出さないからな、やっぱり遅れたけど祝い花いただいたから。お前は俺をまず俺をそういう、そういう流れを断ち切ったのお前だぞあのラジオの助けてやったのにお前何も言わないって言うと、そこから全てが始まってるっていう歴史もう遠くはお前潜在意識で体に互いにゴムつけて殴り合って、あの辺からもうお前とは別の人生なんだよ。花で交えり合える人間同士じゃなくなったよお前。わかったか、二度と花探す、俺の花を探すな、もうあの花の集団から。毎回お前パネル出せ、その来てないから。お腹にお前オードリーさんやって書いたパネル、写真のパネルを俺たちのライブのために出せよ。お前がさ、お前そんなんでよだれ垂らして喜ぶのお前だけだぞお前。他のスタッフもなんでこれ毎回来てんだ。大事な東京のお笑いだろそれが。お前東京の笑いじゃねえよ、もう俺たちが守っていかなきゃいけないお笑いだろそれが。よくわかんない、もう売れない芸人が考えそうな、ね、くだらないことなのよ。ちいちゃないがみ合い。もう。お前、ちっちゃいに収まんないこと言うなよ、お前。そんな、お前だろ、それ。ちっちゃいさ、鼻一個来ないぐらいでごちゃごちゃ言うなよ、粘着質なんだから、お前も。お前もでかい仕事してんだから、お前、俺のことはまだいいよ、お前、鍋風呂のことも言うなよ。しょいきれねえだろ、この番組で、お前。結構でかい話なんだよ、お前が言ってたことはよ。お前が、相方にまで言ってよ。原市のことも、ハライチより下だとか言うからだよお前。一番デリケートゾーンだぞ俺の。ラジオネーム絶対王ガルバンス、
おい、田中。なんだ ?X のポストの田中の写真見たけどよ。うん。何普通にセーター着てるんだよ。うん。リトルジャンガ T シャツはどうしたんだよ。って言われてんのお前のリスナーに。リトルジャンガ T シャツ着てくるわけねえだろ。お前んとこのラジオだろこういう時にリトルジャンガ T シャツ着てくるって、なんかもう、なんか、そういう思いを出しすぎちゃうと思って。来てくれてんだよ、山ちゃんは毎回 TBS ラジオのな、T シャツ着てきてくれてんだよ、来てくれてるから。山ちゃんが考えそうなことだよ、もう。そんな一番最初に考えそうなこと。俺は。だから山根さんばっかりなんだよ、リトルジャンガは。おしゃれなニットで来たんだよ、俺は。おしゃれにラジオやりたいから。ちゃんと奥さんに説明しろよ。お花出すの忘れちゃったからな、つってな。なんで奥さんに説明しないか。ちゃんと説明しろよ、お前な。奥さんはもう、奥さんは配信見てたから。お前が見たんだろうな、配信。配信見てないよ。見ろよなんで見なきゃいけない。配信、奥さんが見といて。なんとして、それで、違法視聴でもいいから見ろよ、お前はよ。奥さんが。気になってるはずだろ、お前。奥さんに伝えとけありがとうございますってよ、お前。奥さんが、松本明子さんがひどい目に扱い受けてたよって教えてくれたんだ。それちゃんと説明したんだろうな。関係性がある上でやってんだよ。若ちゃんはって。お前伝えたんだろうな、お前。何って俺言ったよ。こんなことやってんだか、あいつ。許さないな。お前家でもやってんのか、そんなこと、お前。相変わらずひでえやつだな、つって言って。家でもやってんのか、お前、そんなこと。バカ野郎、お前よ。こういうとこは、だから、リトルジャンガは山根さん中心に聞いてんだよ。山根派じゃないよ。山根派じゃないんだから。お前はな、田中派が多い。国なんだから、お前は。田中派が多い。だって、リトルジャンガミーティングこの間やって、客席歩いて、俺はタッチして、なかなか楽屋に、舞台上上がれなかったけど、山根はすぐ上がれたんだから。タッチする人が少ないから。そんな話すんなよ。山根は、タッチさしたいって人も少ないの。山根さんは。山根は、そりゃそうだよ、あんな、もうだから言ってるけど、活力が全失い人間、もう家で草むしりだけしてる人間に、誰が人が寄りつくんだよ。わかるだろそれは。お前来てんぞ。お前ラジオネーム、論より証拠の大ライス。田中なんだ奥さんが作った大根餅がまずくて、喧嘩してんじゃねえよ。まずくてじゃないよ。お前に喧嘩する権利なんかないだろ喧嘩で。まずいな。なかなかコンパでもうまくいかず、ようやくな、結婚にたどり着いたお前が大根餅が、まあ、成功失敗で、切れていいわけねえだろ、お前。切れてない。違う。どうって聞かれて、なんか味がそんなに絶賛するほど美味しくはなかったのよ。だから、結構お餅なんだねって言ったら、何それ美味しくないってことって言われて。それお前ダメだろ。結構お餅なんだねって一番言っちゃダメだよ、リアルに。だから反省したよ。もうそれは、お前癖がついちゃってんな。バラエティの癖がついちゃってんだよ。何でもかんでも、おいっていうのがお前その家庭でも出ちゃってんだよ。その流れをお前引くだろ、レールを。お前レールを引くんだよ。大根餅って、そもそもそんなに美味しいもんじゃないって知らなかったのよ。お前そんなお前せっかく作って、そんな立場になれるわけねえだろお前。大根餅知ってる？知ってるよ。そんなに美味しい。いや、それは確かに難しい案件ではあるけど、家庭内ではキョロキョロしてるわ。俺だってキョロキョロしてんだよお前。どうしていいかわかんなかった。あ、これ大丈夫かなって思ったんだけど、何も感想言わないのが一番まずいと思って、結構お餅なんだねって言ったら。お前、それ一番ダメだろ。とんでもない地雷踏んじゃった。真正面行っちゃってんじゃねえか。二日喋らなくなったんだから、奥さんが。それで。ヒヤヒヤしたよ、俺。やっと結婚したのに離婚すんのかなと思って。いや、そうだろ。だから、そんな態度取っていいわけねえんだよ、俺もお前もな。家庭内で。お前なんかキャラキャラ、広島の感じ出すなよ。亭主関白なんかできるわけねえだろ。お前自分のキャラ考えろ。自分がやってきた仕事の部位全部見てみろ。お前が家で大根餅にあだこうだ言え。前向きなことを言えよ。大根餅。俺でも、生まれてそこで初めて食べたんだもん。人生で。だから難しかった。その喜び初めて食べたけどとか言えばよかった。よその大根餅との比較もできないし。もう
球の話もしたかったのに散々だよ、お前が。するわけないだろ、野球の話なんて。ぐる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 よ、お前がよ。入ってきてよ。お前が全部仕掛けてきたことだろ、俺。5年前と一緒だよ、お前とか。結局さ、5年前も、思いや意思の話も、持って歩く話もしたし。激屋さんでもやめろよ、あの喧嘩。真ん中の女優さんとか、お前、引いてるぞ、お前。お前のせいだろ。お前から仕掛けてくんだろ、激屋さん、そういう番組じゃねえだろ、お前。仕掛けて毎回 YouTube ですごい視聴回数をマークして俺とお前の喧嘩あんな番組じゃねえんだよお前よ。あそこでカットされんのが俺とお前の喧嘩だろお前。真ん中の人引いてるぞ。いやいやお前、そうよ、数々の番組でカットされてきた潜在能力テストでも何回も喧嘩したけど何回もカットされてさあれとあのくだりないなって結構長尺で喧嘩したし。すごい再生回数いってるぞ、お前。毎回、激レアさんのやつは、まあ、その、YouTube に上げてくれるからね。もう喧嘩すんなよ、お前。お前だよ、もう。お前とは、お前が、だから、このコーナー、深夜目で、俺のチンコずっといじってるから、やめろよ、お前。春日が選んでんだよ。春日が好きなんだろ。俺のチンコのやつのメール、絶対読むな。もう、あれ、俺のチンコの著作権だから。チンコ、チンコの春日が言えよ、春日が大ファンなんだよ、お前の。俺のチンコのやつ、絶対読むなよ、新やめ。オードリーのオールナイトニッポン。一回も読みやがって。楽しみにしてろよ、お前、また出てくんの。ニチレイプレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間を付き合いいただくコーナーです。我々が聞きたいテーマについてメールを送っていただきました。今回のテーマは私が川原顔になった瞬間でございます。ドームライブスタッフ川原のようについ誤り顔になってしまった瞬間を送ってもらいました。ラジオネームホームベースマン。僕と母親が二人とも好きなラジオ番組があるのですが、とある日のメールテーマ、ショックを受けた話で、僕が送った母親の寝起きの顔があまりにも老けていたというメールが読まれてしまいました。母親は僕のラジオネームも知っているので、それからしばらく母親と話すときは川原顔になっていました。ああ。科学職人の方もこういう気持ちをね、味わう。ついついトークの流れでね、家族の話した時ありますよね、こういうのね。ラジオネームブーメランチャンネル。先日あるミュージシャンのライブを見に行った時、アンコールをサボって突っ立っていたら、隣にいたギャルから、みんなやってんだから、アンコールしてくださいよと怒られました。周りのお客さんの視線が一気に集まり恥ずかしくなったため、川原顔でギャルに謝り、すぐにアンコールに参加しました。ああ、なんか、この、すごく通ってる人のノリとかね、決まり事があったりして焦る時あるよね。俺もあったな、ブラックピンクのライブの時に。ラジオネーム豆腐小僧。私が川原顔になった瞬間は、ホームセンターで店員に間違えられて、パンチパーマのおじさんに声をかけられた時に、私は店員じゃないですよと言ったら、紛らわしい顔してんじゃねえよと、おじさんに捨て台詞を吐かれた時に何も反論できなくて、川原顔になりました。これちょっと怖いっすもんね。まあね。反論しない方がいいのか。ちょっとやばい人だもんね。こういう、俺はこういう目に合うタイプだから気持ちはわかりますね。ラジオネーム桜森。先日5歳になったばかりの娘が歯医者で頑張ったからもらえたよと嬉しそうに小さなルービックキューブを持って帰ってきました。娘がお父さんこれできるというので、私は張り切ってキューブを回転させるとバキッという音を立て、キューブがバラバラに崩壊していきました。一瞬の沈黙の後、娘は大泣き、私は川原顔になり、全力で謝ることしかできませんでした。これ子供のな、こういうの、あるよな。俺も何度かあったな。はい。さあ、一番良かったメール、選びますね。そうっすね。まあね。そう、これかもな。あれこれか。このラジオネーム、ホームベースマンの、
ラジオのねメールでコーナー送ったやつにしたいと思います。3月のプレゼントです。極上ヒレカツ、カレーうどん、チキンライス、香ばし麺の五目あんかけ焼きそば、以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の明日をもって発表に変えさせていただきます。はい、ということで、次回のテーマも私が川原顔になった瞬間でお願いします。詳細は公式 X やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnight.com、 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。はい、カスが出てこない、いやいや、たけしユーミン、ズルコ覚醒いって、ないない電気言うな、勇気ゲノム完全入って55周年ただの区切り、ふわついての上だけってオールナイト愛の証、ロムかけるありたけ、ハンナ咲く松、長い夜に光るスターのアプリのマークはある、叩かない石橋、コンプラに響きなし、走ってみたけど今日のトークマジでね。オードリーのオールナイトニッポン、日例プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日例。以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。さあ、エンディングですけども、田中に来てますね、メールが。なんだよ。ラジオネーム、全さすらい。最後に田中さんに聞きたいのですが、今夜、メジャーリーグに呼んでくれた若林さんに感謝してますか？してねえよ。これはしてた方がいいな。何がメジャーリーグなんだ。今これからポッドキャストがメジャーだ。逆にお前ら 3A に来てくれて助かっただろう。それ何年経ってんだよ。何がよ。次の時代はポッドキャストってラジオ界が言い始めて何年経ってんだよ。これから必ずポッドキャストの時代が来る。皆さん目を覚ましてください。何年経ってんだよ。アンガールのジャンピン聞いてください。お前あとあれだぞ、お前しくじり先生で、うちの親父のお前その骨だよ、代々の墓に入れてもらえなくて困ってたら、お前めちゃめちゃ笑って、お前の親父嫌われてんだ親族にって、お前言って、お前オンエアされてたの。お前謝れ、お前。お前やっとお前な納骨堂見つかって、今度お前納骨式あげるから、お前来いよ、お前来て謝れよ、お前鈴持って、お前あんな人間いるか、しくじり先生で爆笑して立ち上がって、お前のお前も嫌われ者だから、お父さんも嫌われてんだ。お前あんなシーンあるか、テレビで。お前納骨式やんで、ドームの後って決めてたんだ親族で。お前来いよ、お前ジャンピンのお前 T シャツ着て、行くわけねえだろ、白黒のリトルジャンガーって来て、お前来いよ、お前バカ野郎。お前一切出さない、もうそこにも何も謝ってねえじゃねえか。お前とは本当に昔から俺のこと、お前は潜在意識で俺の鼻の下をグリーンベレーの急所だっつってグレーと押してきたんだよ。めちゃくちゃ痛かった。あん時からだよ、お前。俺の鼻の下をグレーと、人間の急所だぞ、鼻の下って。親指でグレーって押したんだ。俺、痛いっていう言葉も言えないぐらい痛かったんだぞ、お前。そんな細けい話を、特殊部隊の激レアさんが出た時ぶり返すからな、地上波で。現場でやっちゃっただろ、お前。もう一回お前の鼻の下をグイって。それオンエアしてたお前船橋だよ、ディレクターの船橋。あいつ何考えてんだよ。あれオンエアしてんだぞ、お前。鼻の下を押さえるなんて、ダメ。そんなもんぶり返すなよ、お前。規模考えろよ。俺は一生覚えてる、お前に受けた屈辱は。お前後輩なのに俺の方が先輩だって、お前らがちんたら売れねえから、視聴者はお前俺らが先輩だって許さねえからな。お前もちんたら覚えてんだ、俺が言った一言。お前だが情熱ある見たんだ、あれちんたらって言えんのか、お前見たのか、だが情熱あるてめえ。見てねえよ。見ろバカ郎、お前じゃ DVD 送るからな。お前鍋プロに。お前の活躍なんて一切見ない。ドラマ見た上でよ、ハワイでお前顔出しパネルで2人で出して、顔俺のこと顔殴ってきたな、お前。顔出しのとこから当たり前だろ、お前。顔出しパネルで俺が笑顔で出してる。有吉さんはやらしてくれんだよ。
か。有吉さんはお前とのやり合いを自由にやらせてくれるだろハワイで。誰のがるだけだ引いてたのお前。なんで殴り合ってんだろう。お前お前ジャンピンお前行くからな。俺もお前ジャンピン来いよ。お前しとけよお前よ。いつでも来てよ。もうボコボコにぶち壊してやるからな。お前はこっちパイルドライバーかけてみろバカ。多めのスタッフの時にお前アウェイでやってみろ一回。ありがとうございますって言えよお前。リトルトゥースにありがとうございますって。メジャーを体験できたんだから。二度と俺のとこ攻めてくんなリトルトゥース。